皆さんこんにちは、堀田光也でございます。今回はですね、4月発売予定のビーチウォーカーフリッパー IT38 についてご紹介いたします。フリッパーということで、こちらですね、見て通り、フリッパーになるんですけども、なんとですね 38g あります。現在ですね、フリッパーは 32g、40g、Z シリーズの 24g、36g とですね、4つあるんですけども、それに加えてこの 38g が追加になります。で、この IT っていうのはですね、タングステンが入ってるんですけども、 IT in タングステンということで、その頭文字を取って IT38 になりました。で、これですね、フロントのフックが7番、リアフックが6番、これですね、ラインアイがなくて、2.5 番のリングが2つついた形のフリッパーになります。そしてこちらがですね、フリッパー IT38 のカラーラインナップになります。全12色ですね。新色としてマットバナナ OB、 あとは UV ピンクゴールド OB、 この2つがですね、追加になってます。あとの10色は従来のフリッパーに似ています。でもね、ちょっと違うんですね。なんでね、これ似てるんですけど違うのかというと、これね、フリッパーって形が同じなんで、パッと見ね、どのね、重さなのか分かんなくなってしまいます。なのでこの IT38 は、違うような、似てるんですけど違うようなカラーをラインナップしました。次にね、これ見てほしいんですけども、フリッパー IT38g と Z24 ですね、これ実はね、シルエット同じなんですよね。大きさ、ボリューム感が実はこれ同じなんですよ。長さも同じですよね。これね、実際に比べてみた、少しね、拡大はしてあるんですけども、拡大してみても全く同じという形になります。では何が違うのかと言いますと、こちらですね、ちょうど中身をですね、切ったような、こんな絵を用意しました。タングステン、インタングステンということで、タングステンのこの円柱状の棒がですね、後ろの、大体ですね、ボディの半分から後ろですね、ここに入っております。周りは鉛です。鉛の中にタングステンがインされております。これによって Z24 のサイズ、シルエットで重たく 38g までですね、ウェイトアップしております。コンパクトで重たくなりましたから、使ってみると分かるんですけども、よく飛びます。空気抵抗が少ないんでよく飛びます。水の抵抗が少ないんで早く沈みます。そして引っ張った時ですね、このちょうど重さとこの重心位置ですね、これが後ろに来ていることで浮き上がりにくい、このね、3つのですね、機能を、新たにね、追加したフリッパーが、IT38 になります。次がね、この、ね、外部、外からね、見た絵になります。実際ですね、この形は Z24 あるいはですね、32と同じなんですが、よく見てもらうと、このね、ラインアイのね、位置が若干前の方に、水平方向にですね、少し動いております。水平方向に、引っ張るということで、浮き上がりをですね、少し抑えて、しっかりですね、レンジキープしながら、ボトム付近をトレースできるような位置ですね、これをですね、最適化しております。従来のね、フリッパーはもっとね、下についているので、下から引っ張る形になって浮き上がりやすいんですけども、これは水平に近づけることによって浮き上がりを抑えるような、そんなね、セッティングで最適化、ラインアイをですね、セッティングしております。じゃあ最後まとめになります。フリッパー IT38 はこんなメタルジグ、もう一度ですね、おさらいしますと、IT38 と Z24 はシルエットは同じなんですけども、コンパクトで重たいインタングステンなので 38g 重さがあります。そのためですね、よく飛びます。よく飛ぶということは、ブレークの、ね、向こう側なんかも、ね、狙えますね。より、ね、遠くのポイント、攻められます。あとか、ね、風が強い時なんかも、風に負けずにですね、飛んできます。そしてね、
早く沈みます。ということはポイント直撃できますね、流れが速くてもストーンと落ちるのでポイントを外さずに攻略することができるし、風が吹いたりですね、波があってラフコンディションの時はですねラインを取られてしまいますので着底感というのがですね非常にこれ分かりづらくなるんですけども、これ非常に分かりやすいストンポンって感じでですね手元に伝わってくる、そんなね明確な着底感が、実現しました。で最後ね、これ浮き上がりにくい、強い流れがねあるところなんかだとルアー引っ張るとね流れ受けてプーってルアーがね浮いてきて、ポイントをですねレンジを外してしまうことがあるんですけども、そういったことが少ない、ラフコンディションでラインを取られてもですね、沈みがですね結構安定しているのでボトム近くをですねしっかりトレースできて、ヒラメをね誘うことができる、そんなですねフリッパーメタルジグがフリッパー IT38g になります。ラフコンディションはもちろんなんですけども、ないだ日無風な日でもですねより遠くを狙えるのでいろんな場面でねこれ活躍すると思います。このねフリッパー IT38 は4月発売予定です。ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。